高木豊です。高木樹です。お願いします。これからは応用編になってきます。いろいろ特徴とか欠点とかあるじゃない。それを矯正するためにどういう T があるかということを今日は教えていきたい。はい、まず普通の T あるよね。はい、T ある。こうやって上に上げたらタメができるよ。そのタメが変化球にもつながるという、はい、そうそうそう、はい、で普通のも投げて、いつも一方通行でさ、同じテンポで同じ球を打ってても練習にならないという。それで変化球抜かれました。膝を使う、膝を送りながら使わなきゃいけない。そう、それで拾う。そこで一番大切なことは何？まず膝を使うっていうのは分かったよね。はい、振り方はどうして？低めの抜かれたボールっていうのは膝を使いながらバットを返すんじゃなくて大きく長く使ってやらなきゃ拾えないんだよ。そう、大きく長く使ったら低いゴロでもボトボトのゴロになるの、血を反応のゴロになる。そう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 、そういう感じ。それを意識しながら取ってくる。ちょっとどこ打ってんの？はい、僕は膝の使い方がうまいから期待してるわ。はい、いいね。ただそれをこう振り上げるんじゃなくて、はい、センターに持っていくぐらいの感じ。ああ、そうそうそう、うまいね。まあそういう感じが必要。だからこういうティーも入れとく。でよくドアスイングと言われるよ。どうやってのバットが外から回ってきてるっていうことになるんで、うん、内からバットを出さなきゃいけないっていう。そうそうそう、内から出すにはどういうティーが必要か。意識だけで治るか。いや、治んない。じゃあ、はい、はい、こっち向いといて引っ掛けろ。ほら、ドアスイングだったらこうなるから絶対ああいうボテボテのゴロがある。力、そう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 、こういうティーをやるとドアスイングは治ってくる。なるほど。力まなくていいからな。もう本当に内から出さないとボールがこっち来るのにこうかぶってきたら絶対セッティングやると当たんないからね。そう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 。今度は体の開くやつ。例えばこう打ちに来て体が開いてバットが残って腕が振れないやつ、はい、これを矯正します。はい、いくよ。払えよ。でこれが上手くなったら体の正面でバット振れるじゃん。体が行ってバットは振れないで、はい、残ってるから腕が振れるわけじゃん。だからそういう矯正の練習、腕の使いが遅いとか体が開くとかすごく有効的。お腹に投げるから、はい、お腹で受けてこのぐらい速いボールで。よっ、最初よっ違いますよ。ちょっともう一回いくよ。このぐらい速いボールで投げてやるとパーンって使うようになる。まあ例えば逆手に持って脇が締まってる、そういう状態で打たないと打てないと。こっちからパーンって速くたらパーンって払うような打ち方が。でドアスイング、ドアみたいにこうガーンってしなりがない、こうやってパチンってムチみたいに使えない人もこっちから正面投げてもらうとドアスイングだと接点なくなるから、やっぱ内側から出しながら脇締めてパーンって打たない。だからいろんなティーがあるから自分に合ったティーをやる。でいつもこういうローテーションでティーをやっとくとすごくいいかも。これは小さい頃からやったらとんでもないスーパースターバッティングで豊川さんみたいになれるかもしれない。確かに俺は子供の頃やってればもうちょっと打てたかもまあ他にもあるんだけども、はい、まあ今日はこのぐらいで許しておいてまあまあでも参考になさってね、はい、ください。どうしよう。